ああ、そっち？そっちか。北海道は後ろめたい。おー！はい、どうも皆さん、こんにちは、グツボと。グツボ。はい、よろしくお願いします。ということで、勇者ぬるぽこ2週目でございます。はい、よろしくお願いします。前回の結果をおさらいすると、ナイトでは触れないということです。はい、おさらこの点数、5点。5点、サーク4点、タバちゃんが8点。共感性の男、強く読むのが上手いですから。俺は空気を破壊してる、破壊する男。ということで2周目が終わり次第、合計得点で勝敗決まるので、あと1周、はい、タバちゃんからです。ということで、お題が神々の住む大地、時を操る禁断の呪文、かつて魔王を倒した勇者、機械仕掛けの謎の少女。うわ、いや、いいね。まず人間かどうかっていうところで、人間かどうか半分に決まれる。土地と呪文があるから。いや、しかも男と女っていう、なんなら人間と機械だから、もうね、これはうまいこと選んでくれるんだわ。これやりやすいんじゃないですか。あ、決まりました。早っ。これは俺、これ決まったわ。本当に？じゃあ行きます。はい。これ一つだけとか使うの？ラム。うわー、ラムったらもう、もう俺ちょっとダッチャしかないんだけど。ああ、そっちそっちか。違うラム、髪の毛青い方想像。あ、マジで？それ世代。あ、違う。デブで。デブ、そう、赤い方。あ、でも、だとしてもじゃない、まあ女の子のイメージだよね。まあ男ではない、男ではないイメージ。一周目と一緒なんだよ、考え方が。もうやっちゃったなって思ってんの今。何なの？みんなの反応楽しんで。そうなの。ランプは、まあ、大陸だったらもっと使うよ。絶対ないし、呪文もないし。呪文こそもう適当にバーッて、やーとか使うもん。やっぱこれなの。あ、でさ、ロイ使えば勇者だったら、だってロイ、確かにロイ、ファイヤーエンブレム的に。もうそうだね。ロイヤー、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 あ、ロイヤーがあるのに使わないんだよ。ああ、ロイヤーつけときはもうめっちゃ、もうこれとかもこの辺とかもバチバチやった。確かにこの辺とか、うん、時は操る禁断呪文なら絶対ズムインにするんだよ。ほら、朝を感じたでしょ、今。今朝を感じたでしょ、ほら。ズームイン、確かに。朝感じた。いや、もう俺は決めてるじゃん。じゃあもう、いっせーので、これ簡単だわ。いや、もう、これはもう読んでいただいたわ。はい。じゃあ、答えを聞きます。ということで、皆さん。仕掛けたわ。信じましたね。え？おー、よかった。強いですよ。引きが強い。お題かな、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 お題かな。あ、やった。じゃあ次僕です。これは俺不安だわ。まさに了解してください。やば、金貨3枚持ってるぞ。金貨4枚持ってる。4枚、やば。うちさん勝てんの？勝てるよ。逆転の目がないんじゃないの？みんながミスってくれれば。だからみんなと違うとこ選ばん。もうそれしかないね。でもこうした後にこうしちゃダメだよ。しないよ。2本指さしといて片方折りたたむ。いや、じゃんけんポッポー、どっち隠すじゃん、もうそれ。どっち隠す？どっち隠す？え、どっち出すの？出すのじゃないですか。え、違うの？俺世代違う？世代どこの田舎？じゃんけんポッポー、どっち隠す？こっち隠すじゃないの？え、どっち出すの？どっち出すの？こっち出すの？候補出して、どっち出すの？あ、こっち出すの？まあ同じだから。あー、なるほどな。隠すもの、主張するか、そう、消極的に隠す派なのか。北海道は後ろめたい。消極的な。そっち言う。じゃあ、北海道持ってきます。並べます。あーざー。じゃあここで。あれ、さっきの混ぜたの？これ混ぜてない。さっきの。一周目の。はい。で、これね。簡単そう。簡単だな、全部。始まりの街、灼熱の魔人、砂漠の神。ミコイツのブロンズ。これでも簡単なんじゃない？ここは割と似てる感じしますね。遅延じゃないのこれね。待って、冷静に考えたらめっちゃむず。あ、喋っちゃいけないんだった。よし、長いし、これやっちゃおう。腹筋ローラーある。
うわこれマジでごめん、本当にごめん、俺ごめんって言っとくね先に。いや、いい、いや俺はね伝わるよ本当に。おお、これ決まったわ。ないえる、ないえる、はいはい、本当にごめん。ザメ、ザメ、ザメ、難しくてむずいね。でもこれ手札、はいはいはい、これ決まったよ。俺も正直これかなってのがある。え、もうなんかどれでもありそうな、どれでもありそう、そうなの、手札が喋っちゃ喋っちゃそうなのそんな訴えかけるような目で言われても。いやでもこれグッチさんの逆転チャンスが。いやでもね、俺これね、俺この手札配られたら悪ふざけでパナイって作っちゃいそうだ。パナイ、パナイゲルとかですその神様だったらパナイ感じ出すためにパナイエルにしてるんだよ。あ、うん、実際うなずくな、お前は。お前でさ推理したくないの。じゃあ、うん、じゃあ神は初めていってことですか。いや砂漠の神だと俺なんだろうな、ネルエルとか。そう、ネルエルとかさ作りたいよね。ザメって何これ。パナイザメ、パナイザメ。でも始まりの街とかだったらパザメとかありそうじゃん。パザメ、でもなんか人の名前っぽい感じは、うん、人の名前っぽい。でもどっちかというとそのミカエルとかガブリエルとかみたいな天使系の印象が強い。神あるねこれ。で俺もう決めたわ。俺はもう決まってるよ。決まってる、やばだ。まあ俺らはね、まあ、うん、早いからよ。もうショモさんの顔見た瞬間分かった。顔に書いてる。うん、もうそれではいいでしょうか。いいの本当に。行くか。はい、いいですよ。じゃあもうちょっと考えてもらおうか。いいよいいよいいよ。一斉ので、はい。はい、おー、正解は俺。いきますよ。はい。え？全員正解です。じゃあ次へとキリアン。次キリアンさん。マイナス1だと誰？うわマジか。タラコさん。え？タラコさん。これはマジで難しかったな。パザメかナイエルかなと思って。おお、パザメ。パザメ出てんだ。パザメ。パザメ出てんだ。パザメはなんかパで神様っぽいかなっていう。うん、なんかエネルを思い出しちゃって。ああ。ゴッドエネルを。え、そうだからエルネルで、うん、絶対。エルとネルは使えないなと思ったの。うん、でもエルとネルどっ血も使わないってなるとめっちゃ使いづらい、作りづらかったんだよね。パナイを作っちゃうと思う。パナイがねやっぱできちゃうよね。そうそうそう、パナイ出るな。この3枚で悩んだの、この3枚でどう作ろうって悩んだのね。パナイザメしか出てこなくて。パナイザメ、そう、パナイザメは灼熱の魔人だよ。そうだね。だからザメがやっぱりその魔人っぽいなって思っちゃって、でこうなったらナイパかパナイなのよ。ナイパもパナイもいけるのか。パナイにしときゃよかったなとか笑いになって。まあ、パナイだったら娘一択だって俺。あ、本当に？行きます。パナイはやっぱナイパはあった。ナイパだったら南国の方の始まりの街だったから。なんかナイトパーティーみたいな。難しかったの本当に。難かったね。おお、おお、悪の四天王シリーズ来た。3人目来た。3人目。1個アイテム来たよ。ステータス以上すべて回復する霊薬。いいね。悪の四天王、拷問人、おてんば王女。町で評判の占いおばば。なるほど。さて、うん、どういったものを作ってくれるのか。こちらです。おお、これは王女はまずないと思う。うん、王女。だってルル使うもん。ルル使うよね。なんならルルだけでいいまで。ルルでいいね。おてんば王女ルルって。霊薬もなさそう。霊薬。ああどうだろう。霊薬だったらなんか。ラル正直これかなってなってるけど、ラルルルルルルラルル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 ルラルルルラルルラルルルラルルルル。そう、もうなんか言葉の響きが破壊寄りなんだよ。そうそうそう、破壊だからね。破壊だからね。悪ふざけで名前つけられた四天王説が結構なんかね、対等してきて、破壊のダジャレで破壊みたいな。魔王ふざけたでしょ。いやこれ破壊あるね。破壊、破壊だよこれ。悪の四天王拷問人。いや俺もうそれとしか考えられない。うん、じゃあもういいんじゃない、いいんじゃない、行くもいいでしょ。大丈夫？タラコ、いや俺これね、え、みんな一緒なら俺違うかも。いいよ、じゃあミスってよ、それが俺一番都合いいから。そうだね、変えたら。俺はもうあれあれだよ、もうもうもう一択だよ、もう俺は。俺これね、これだわ多分。いっす、せーので、個人的なあれで、はい、俺はこれ。おばば、おばば、なるほど。い
大場タナちゃん。でしょこれ。うん、いや俺は個人的な。さあ答えは。俺の破壊はこいつだ。おい。まあまあまあ。破壊だわ。マイナス何だったか。ちょっとふざけてるわ魔王。もう本当に破壊からの。3点もらった？あ、もらいました。破壊からの破壊しか見えなかった。ありがとうございます。バラエティー両替を違う、ちょっとおもろい感じで来るって言ったからさ、はい、なんかおばばっぽくないけどさ、破壊がおばばだったらおもろいやんみたいな。ぽくないわ、やばい。ぽくないわ、やっちゃダメだよ。ワンチャンあった。逆張りは、逆張りはもうワンチャンあったよ、破壊のうなまいばば。いきます。うお、強そう。すごいの出てきた。監獄。わあ、マチシリーズむずいな。マチばっかじゃん。絶対皇帝、霧に包まれた町、脱獄不可能の監獄、鉄壁の要塞都市。うわあ、やばい。ここめっちゃ似てると思うよ。これなら富士急とかそんな感じで作るよ。富士急。富士戦慄迷宮。鉄棒、鉄棒。そう。インペルダウンとか。インペルダウンね。まあ、じゃあ俺喋んないで。落ち込まないで。うん、ない、ね、寝てるか。枕貸したわけ。これ使う。いや、集中してんの今やめて。ゾーンに入ってんの今。やめたれよ。珍しい。ヌルポコゾーンなんてあんの？あるよ。いやある。プレベルのプレイヤー全員そうだよ。ああ。集中できない。おお、崩そうとしてる。いや俺も入ったから大丈夫。じゃあ行きます。あげ。うわ、むずいこれ。これ厳しいな。やべえな。シャンヤン。シャンヤン。なんかピョンヤンみたいな。あ、なんか中国っぽい。うん。いや、これ正直決めてよ、もう。命かれとかじゃなくて、もう本当に。でもこの中国っぽい名前でなんかどっかの都市だったら、ちょっと政治的意味が生まれちゃわない？大丈夫？あ、脱獄不可能の監獄とかだったら結構まずい。あ、やってたらまずいね。もしこれで脱獄、これもしかしたらここのトーク丸々カットだってことだ。じゃあ問題があったのに丸々カットしましたって今。よし、よし、どうしよう。どうしよう。いやでもちょっと街っぽいよね。うん、まあシャインやでも皇帝もあるかな。あ、まあさ、うん、確かに気に詰まれた街はヤンって感じがなんか人っぽい感じは、それは自分、そうだね、キリヤンのヤンなんでしょ。じゃあそういう意味だと皇帝をなんかヤンとかつけて呼べないから、うん、ねえ、確かにキリヤンって名前は皇帝感もあんまりない。リスじゃないよ。リスじゃない、うん、てっぺんは取れない。シャン、あ、そういうことじゃない、そういう、シャンって感じ、違う、キリヤン、お、そういうことだわ。やってる、積まれた町やん。分かっちゃったね。やってる。やった？やったこれ。やったか。やったか。てんてんてん。でも要塞とかだったらなんかボザークとか。ああ。うん、あ、まあ、この辺のボとかザーとかがちょっと強い感が出る。そうなんや。こんだけ濁点あってあえて外してるっていうところは、うん、要素になると。俺これ決まったわ。俺も決まってる。決まりました。小村だけだよ。俺も決まってる。せーの、はい。はい。おお、キリが3人で、ショボスケだけ鉄壁ね。じゃあ答えいきますか。はい、うん、笑ってんの、これやばい。はい、おお、俺だけだ。マジか。俺3点だ。3点。違う違う、俺が合計点3点だから。俺は1点。まあ1点か。1点。鉄壁の要塞としてはザークでしょ。なんか、なんかシャンという文字がなんかこう塞がってるイメージがあった。そう、シャンというは五感だけで言ったら、それだったらすごく不可能。そうですけどね、うん、いや、まあ、今回は難しかった。さーて、命軽いぞ。トロールでしょ、最後。さーて、俺もトロールしよっけなー。点数的にはトロールしても大差ない、うん、好きなとこ聞いてください。じゃあ、置きます。全体回復呪文、対ドラゴン用放題、雷の魔獣、半人半獣の格闘家。人間一人じゃん。人間も怪しいもんな。確かに。半人半獣、まあでも要は二足歩行というか。あ、じゃあワード。まあ、まあ半人は。まあもう、あとはもうこのワードで好きに暴れてください。あなたはもう。見せるの？これはね、決めてるよ。決めてるとか決めてた。見る前から。決めてるよ。トロールをするということを決めてるとか。もうこれがお互い関係なく。ね。お前のものを作ると決めてるのか。じゃあいいっすか。
出題者がトロール宣言。トロールじゃないですよこれは。本当にマジで分かりやすいと思う。本当に本当に。いきます。いいよ。ぬるしる。言っちゃった。あ、言っちゃった。言っちゃった。変わらん変わらん。ぬるしるとしか読めんから。うわー、でも結構いいワード来てる。ババがあったら。え、これなに放題だったらゴルとか使えそうだよ。あー確かに。確かに。めっちゃ喋りますね。確かにって言うよ。もういいよ。もういい。ゴルバとかいいよね。あゴルバ。ゴディバみたいなね。言うなって。めっちゃ喋りますね。格闘家っぽい。ってことは、ヌルシルも格闘家っぽい感じするけど。ヌルシル。これ決まったかな。本当に？まあでもここでヌルが出てるっていうね。そう。ヌルここのヌルがここに出てる。ここ欲しかったね。じゃあ勝者主人公だよ。これもう皆さんお願いします。僕にポイントをくださいよ。決まりました。ちょっと待って。タラコさんどうすか。ほらわからん。さっきゾーンに入ったんじゃないの？あ抜けちゃいました。ゾーン抜けした？抜けた。じゃああれにしよう。いや、やめよう。え？わかんな。これっていうのはないんだよ。これね、納得できますよ。え？納得できますよ。もう余計わかんない。決まりました。いきますよ。せーので、はい。じゃあどうぞ。全大会やったー。どっちかで迷ったんですよ。そう、ぬるしりは、これね、この呪文の特徴は、体中からぬるっとした汁を分泌して、それで回復するっていう。あ、使用までちょっと考えたんだ。そうそうそう。だからぬるしり。なんか主人公ぬるぽこっていう勇者がさ、そう。使いそうだなって思って。そうそう、ぬるぽこもこの技使えるの、実は。あ、なるほどね。っていうとこから考えてた。ゲーム終了。イエーイ。得点は。ということでね。じゃあ終わって、1位タラコ12点。12点。おい。すげえ。共感性高い。2位キリアン9点。おい。3位しょぼすけ8点。はい。いい勝負だな。3位シャークン7点。4位ね。あ、4位。ごめん。ここまでいい勝負。いい勝負。4位。そして最下位。なんで5位って言ってくんないの？最下位。なんで5位って言ってくんないの？5位。ウツボ。4点。おーい。うーん。ということで、こちら勇者ウルポコでした。楽しかった。おもろいわこれ。いや、このゲームむずっ。